ちは。雪がまだ溶けてない。寒すぎてやばくない？やばいよね。道凍ってるよね。じゃあ外出できないね。自力で頑張ります。こんにちは。なんか昨日道通ってたら、もうなんかこんな、もうほんと山かなってぐらいの雪が、多分まあなんていうの、かき集められてて、そうすごかったね。雪だるまも見つけたし、いけません、絶対に。でも本当に、去年かな、去年か一昨年か忘れたけど、雪の日にチャリ乗ったんよ。絶対乗ったらあかんのに、めっちゃ怖かったね。皆さんも絶対乗っちゃダメだよ、危ないんで。ちょっと近くまで用事があったんで、チャリで行こうかなと思って、一昨年ぐらいかな、確か2年前とかの話なんですけど、そうダメだよ、絶対に乗っちゃ、本当に。そう絶対危ないよ。それ以来乗ってないけど、さすがにね。チャリはスタッドレスにはできんで、無理や、無理ですね。声の準備しないの？声の準備はするよ、もちろん。遠くても歩いてください。そうよな、自分の身の安全が大事ですね。関ヶ原の方やばいね。そうなんかニュースでも見たけど、すごかったね、通行止めみたいな。すごかったです、ね、もうないのかな、こういう大寒波が来ることは。ありそうですか？私はもうない。何の音がしてるんですか？あ、ストーブですね。申し訳ございません。寒いもので、岐阜は。また来るんかな。2月でに。雪の日とかだとね、道が混んでたりとかするから、早く家を出てかなきゃいけないっていう、そういうちょっと試練もあるので、はい、あまり早起きはしたくありません。あまり早起きをしたくありません。こんにちは。
この時間に起きたの？あ、今日？今日はこの時間に起きてないよ。でも私は本当に9時間寝るのがベストですね、マジで。私休みの日はずっと寝てますよ、ちなみに。はい、ちなみにね。じゃあ今度私が休みの日に、まあ、休みの日というか集合時間が遅いとか仕事によってですけど、わかんないけど、寝れるって思った日に測ってみようかな、どんくらい寝てるのかみたいな。ただ目覚ましかけちゃうと起きちゃうんですよね。音、私は結構音で起きれるタイプなので、うん、でも私9時間とか余裕な気がする。もう9時間がベストだけどね。それ以上寝たらもう良くないし、それ以下も良くないみたいな。9時間8時間やね。寝る子は育つ。まだ身長伸びますかね、はい、もうちょっと欲しいんですけどね。ちょっとちっちゃすぎるかな私。ちょっと小さすぎるかなってのあるんですけど、マックスで何時間？マックスで12時間とかじゃないかな。12時間もっとあるかもしれないけど、まあ寝すぎは良くないね。寝すぎも、iPhone のアプリで大体の睡眠時間わかるよ。へえー。それは前日に何か疲れることが、そうやな、そういうのもあるし、全然寝てなくてみたいな、疲れて寝るか、まあ、ちょっと夜更かしして寝ちゃってみたいな、起きれないとか、どっちかしかないかなきっと。そうね、だからちゃんと規則正しい生活は大事ということです。はい、誰もが知ってますが誰もが知ってますが、本当にそれが大事ですね。つむつむ、そう、つむつむとかしてたら夜中もうあっという間みたいな。そうですね、公演後は、公演終わりの、公演終わりではその公演終わった日、公演あった日の夜は絶対にヤクルト1000を飲んで飲めます、寝ますよ私。今日はメイクしない日ですか？しますよお祝いしますよ。R1、 そう、 R1 じゃない派です。ヤクルト戦です。ヤクルト戦ですじゃないわ、ヤクルト戦です。はい、イントネーション大事だね、野球になっちゃうね。公演の日ってアドレナリン出て寝れなくなりそう。逆にあのもう踊って体の体力があって、はい、そっちで寝ちゃいます。多分アドレナリンというより、多分ね、ヤクルト線が多分結構効果発揮してくれるかも。結構あれ、なんか眠たくならん？私だけかな、あれ飲むと眠くなるよな、まあ、その公演終わりに、公演終わっ、その公演あった日の夜に飲むと。
私だけなのかもしれませんが、はい、何飲んでも眠くなってそう。まあそうやな、結局は寝ますね。はい、今お家にストックが3つぐらいあるかな、わかんないけど、はい、今日の岡萌の髪型は何にしようかなと悩みつつ、はい今日も頑張ろうと思いますね。寝るのは本当に幸せですね。はい、まあ、寝てる時ってほぼ記憶ないけどね。ね、通常公演は久しぶりです。はい、今日入られる方は劇場に、はい、ぜひ楽しみましょう。よろしくお願いいたします。高いツインテール一択、帽子が入りません。帽子が入りません。ぜひあの DMM でもご覧ください。メヤメロのなんだろう、アップなんだろう帽子に穴開けるってもうガチ怒られますからね。ということで皆さん、今日は劇場公演がありますので、はい、こんな髪ボサボサでは出てこないので安心してください。終わりなのね。そうなの、ちょっと時間が来てしまいましたので、皆さんぜひ劇場でお会いしましょう。よろしくお願いいたします。ボサボサはダメよ、ボサボサは。やばいやばいやばい。足タイマーも今日出てない。今日足しびれんように座ってるので、そう、劇場で配信するの、劇場で配信しないかも。私体硬いのでうまく座れないんだよね。そう、多分ねファンの方よりあの私足が硬い自信あるかも、本当にね。だからよく足つるんやろうなとは思いますけど、ということで皆さん今日もありがとうございました。688です。ありがとう、ありがとうございます。ということで皆さん、劇場と DMM の画面越しでお会いしましょう。それでは行ってまいります。バイバーイ。